ルドルフ・シュレクター、フリードリ・ヒリ・ヒャルトルドルフ・シュレクターは、ドイツの分類学者、植物学者である。アフリカ、インドネシア、ニューギニアた世界各地を調査し、乱化の植物に関するいくつかの著書がある。ベルリンで生まれた。父は、版画家で、フリードリ・ヒビル・ヘルムウギムナジウムで学んだ後、園芸家としての教育を受けた。個人の園芸賞のもで働いた後、 ベルリン大学の植物園で1891年まで女子として働いた。植物学の野外調査のために1891年にアフリカに渡り、その後インドネシア、オーストラリアに渡り、乱の収集と研究を行った。ドイツ領のアフリカの探検隊を率い、ゴムの栽培を研究し、植物標本を集めた。1900年代の初めに、 ドイツ領ニューギニアに住み、第一次世界大戦の前に、ベルリンに戻り、ベルリン植物園の学芸員になった。乱化の植物の線に及ぶ種を記述した。シュレクターの膨大な標本は、第二次世界大戦のベルリン空襲で失われた。SCHLTR は、植物の学名で命名者を示す場合に、ルドルフ・シュレクターを示すのに使われる。ブルータネン・アリソンのヤオーキリーン。 1930、1934ありがとうございます。